はい、こんにちは。けチャンネルです。えっ、ー、と、今日もね、元気に Amazon Flex 赤番チャレンジということでね、えっ、ー、と、今日はね、えー、ダブルヘッダーで稼働するんですね。で、前半がね、えっ、ー、と、船橋の5階。まあ、デリプロ系のね、ステーションの方です。で、後半が、後半戦が、えっ、ー、と、2階のね、あのー、まあ、マザーステーション。まあこ、こで、まあ、2杯をね、期待できるのはね、後半戦のまあ、2階の方かなと。まあ、そう、まあ、ただ、前回ね、ちょっと配りきれる2両だったので、まあ、 今回こそはね、うん、ともう、未杯になってしまう、二両を期待していこうとは思うんですけども、またね、後ほど報告したいと思います。まあ、はい、お疲れ様です。前半戦終了しました。えー、前半戦はね、えっ、ー、と、船橋の5階、えー、デリプロステーションの方ですね、に行って、えっ、ー、とね、うん、と朝10時から3時半の5.5時間の CX ね、5.5時間で、えー、荷物の個数なんですけども、えっ、ー、とね、148個。 え、件数がね、133件という感じです。まあ、まあね、5.5時間の数じゃねえなというところなんだけども、まあ、これまでのね、僕の印象としてはね、2回よりは5回はちょっとね、なんか、 まあ悪くないかなっていう印象だったんだけど、まあこの2両はちょっとね、ええー、まあないなと。で、僕はまあね、もう見張りを出すことを目的としてやってるからいいんだけど、これね、ちょっとね、ちゃんと真面目にね、まあ、真面目にってうか僕も配るのは真面目にやってるんだけど、なんていうかね、真剣にこう、よし、全部落とすぞって言う人はね、これほんと心折れちゃう感じの2両かなと思いましたね。148個。 133件。で、えー、ちなみにね、うんと、その落とす場所、ね、一番最初の落とす場所に着、えー、いたのが10時40分。だから、えっ、ー、とー、まあ、ブロック開始から40分た,たってね、着きました。で、帰りも同じく40分で計算すると、実質的にはね、あのー、5時間半のブロックなんだけど、実質的には、うん、と80分、ね、1時間20分 は、行き帰りでかかるわけだから、だからね、4時間10分なんですね。ね、だから、4時間10分で、このね、133件っていうのを落とし切るには、なんと、1時間に32件落とす必要があると。まあ、こういうことなんですね。だからね、もう、もう腹から無理なんだよね、これね。で、まあ、あの、まあ、1、1時間32件、まあ、落とす場所によってはね、本当に、もう戸建て、 住宅街しかないみたいな。そういうんだったら、まあ全然むしろ余裕なんだけども。えっと、今日僕が行った場所はね、基本ね、団地ですね。え、団地と、まあ、団地マンションエリア。でね、ん、えっと、僕は実際、あ、でね、そうなんです。めでたく、えっと、見合い出しました。えー、っとね、54個、47件の見合いだから、で、僕もちょうどね、4時間10分。だから10時40分に配り始めて、ん、えっと、二時50分まで、ん、えっと、4時間10分配って、 持ち戻ったんですね。でね、えー、配った件数はね、だから47件未敗で、あの、持ち戻ってるんで、86件配りました。で、えー、時間が、うんっと、4時間10分でしょ ?4.17 時間だから、1時間あたりね、21件ぐらいのペースで、うんと、まあ、配ったんですね。だけど、求められてるのは1時間32件のペースだから、まあ、当然終わるわけもなくっていう感じですね。でね、これもね、まあ、 今日これこれ CX で1時間21点って僕的にはねむちゃくちゃ遅いペースなんだけどあのこれね何かっていうと別にトラブルがあったわけじゃなくってまあいつも通りねあのまあ無駄なくね何のトラブルもなくまあ普通に淡々と配ってたんだけどとにかくさっきもちょっと言った団地とデカマンションのエリアなんですよであのね時間がまあこの間のね動画では SX が ね、時間がかかる。まあ、ああんまりテンポが上がらない理由話したんだけど、あのー、CX でね、あのー、テンポが上がらないっていうのはね、これね、まあ、一番大きいのは、あの、建物がでかいエリアですね。建物がでかいと、とにかく建物内の移動がお多くなるから、やっぱりどうしてもね、あの、テンポよく落とせないっていうのがあります。だから今回の、んと、ま、あデカマンション団地だから団地もね、 なんて言うんだろうなぁ。まあ、横移動が少ない団地だったらまだいいんだけどね。あの、延々横に移動しなきゃいけないようなね。これがね、時間かかっちゃって。だから、このね、1時間21件僕落としてるんだけど、これね、手抜いてるわけじゃなくって、まあ、まあ、やる気は大してね、ありやしないんだけど、でもね、別に手を抜いてるわけじゃなく、そんな事情でね、まあ、1時間20件ちょっとしか落としてないということで、まあ、ただね、あの、めでたく見張りは <laughs> 出せましたので、で、なんかね、あの、うん、まあ、いいか。 あーまあ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 、明確ね、えー、54個47件の見配は出せたので、またこの後ね、後半戦、今度は2階の、まあ、本命の2階の方に行くので、ここでもまたね、あのー、ガツンとね、見杯出せたら、まあ、まあ、わざとじゃないで、わざと見杯僕出してないですからね。だから、今もね、やっぱりちょっと心痛むのは、結局、見配で持ち戻るでしょまあ、見杯に限らずなんだけどね、持ち戻りの荷物がさ、 むちゃくちゃ多いと、結局それをまた仕分けたりしなきゃいけないわけですよね。ステーションの人はね、また次の持ち出す、あのー、ドライバー用にね。だからまあ、持ち戻りが多いっていうのはそういう手間をかけちゃうってことでもあるんでね。ちょっと、そういうのがね、心痛むっていうのは、まあ、ありますよね。まああるけど、でもしょうがないよね。僕が悪いんじゃないからね。だって、無理なんだから。1時間に32件無理でしょね。だって、やたら横移動多い。 団地マンションだからね。まあ、無理なんで。ま、あなんだろうね。まあ、ね、あの、船橋のね、5階デリプロステーションって言っても、荷物仕分けてるのは2階だからね。ま、あ基本的には、まあ、同じっちゃ同じなのかな。なので、まあ、落としに行くエリアが違うだけでね。ということでね、まあ、ああの、船橋2階だけじゃなく、5階もやべえぞっていうね。まあ、そんな結論になりましたが、ま、無駄なくね、見張は出せたということで、また、この後ね、後半戦、終わったら報告したいと思います。では、後ほど。 はい、お疲れ様でした。えっと、後半戦も終了しました。でね、まあ、後半戦も、あのー、見事、見配出しました。あのー、まあ、まあ、見配出して喜んでる場合でもないんだけどね、あの、まあ、純粋にね、わざとじゃないですよ。純粋にね、配り終わらなくて。で、後半はね、えっと、ん荷物の数、あ、後半はね、えっと、6時間の深夜ブロックやったんですね。えー、っと、夕方の6時から深夜0時まで。 っていうやつですね。でね、えっと、荷物が96個。これはね、88件でした。だから、まあ、まあ数的にね、うん、まあそんなにひどい数かなっていう気はしないですよね。むしろ、まあこれで余裕なんじゃねっていうね、感じなんだけど。で、僕もね、あ、これはさすがに見配出せない、出せないっていうのも変だけどね。見配にはなんないなと思ったんだけど、なんかね、見栄いになっちゃいましたね。あの、でね、 と、えー、14個13件の見張りを出してるんで、僕はまあ88件のうちの、えー、75件しかね、落としてないんです。で、えー、時間はね、これ6時からのブロックで、今日もね、江戸川区に行ったんだけど、あのね、なんかずいぶん早く気をついたんです。道も混んでなかったのもあるし、でね、6時からのブロックで6時半にね、落とし始める。だからね、いつも1時間ぐらい、 かかってるんだけど、まあ、かかってるっていうか、まあ、積み込みとかも含めてね。あのー、今日はね、もうブロック開始の30分後から落とし始めて、だから、まあ、なおさら、こは見張りはないなと思ったんだけどね、うん、でね、23時10分まで、えー、配ったんですね。まあ、24時までのブロックで、まあ、50分前に終わらすのもちょっと早すぎる。 感もあるんだけど、でもね、結果的にはほぼ時間通りの RTS なんで、まあ、正しい判断だったのかなと。だからね、6時半から、うん、と11時10分まで、4時間40分配りました。でね、まあ75件しか落としてないから、計算するとね、1時間あたりね、16件ぐらいしか落としてないっていうのがあります。でね、別にこれ手抜いたわけじゃなくって、普通にね、まあトラブルもなかったし、普通に配ったんだけど、で、まあ、 確かにね、前にも話したんだけど、SX ってちょっとね、ちょっとテンポが上がり、ね、ペースがね、ちょっと遅くなりがちなんだけど、まあ今回それがさらにちょっとね、遅くなってしまって、えっと、まあなんでかはちょっとわからないんだけど、純粋にまあエリアの広さとか、あ、あとはねあ、今回は、あの、アプリ通りにね、アプリの順番通りに基本配ってったんですよね。だから、なんかね、あの、江戸川区で、 片が何、何片側三車線とかのね、中央、中央分離帯がある道とか、あそこを突っ切るようなルートがね、まあむちゃくちゃたくさんあって、で、当然突っ切れないでしょで、だから、あのー、迂回しなきゃいけないんだけど、これがね、また、あのー、江戸川区ってね、江戸川区っていうか都内の道路って、ほら、U ターン禁止が多いから、そこでね、全然、あのー、 まあ、U ターンしたりとか、まあ、なんだったら中央分離帯突き破れば1分で着くとこなんだけど、その U ターンできないし突き破れないしっていうんでね、あの、普通、まあ、直線距離なら1分のところが7分、8分かかったりっていうのが、まあ、これが多かったからかな。だから、やっぱりね、でもね、アプリ通り回る人って多いんじゃないかなと思うんですよね。だから、そういう人はね、だからこういう感じで、 っていうのかなねやばい。やばいわけでやっぱアプリ、やばいね。あのー、まあ、少なくとも今日行ったエリアは、やばい。まあ、場所によってはね、全然アプリのルート通りで、いいところ、いっぱいあるんだけどもね。あ、まあ、そうだ。だから、それもあって、1時間16件しか配れず、え、見張り14個、13件と、いうことですね。だから、今日ま、前半も50件、まあ、50個以上ね、見張り出してるし、ま、ま、順調っちゃ順調ですね。 うんまあ、まあ案外ね。まあ今日ね、なんか12月のオファーが出てて、あのー、なんかね、習慣的にね、なんか12月のブロックいくつか取ったんだけど、まあこのペースでいくとね、12月のブロック意味ないぞと、その前に赤番に、まあ、予定通りになれるんじゃないかなっていう感じの、まあ今日のダブルヘッダーでした。ということで、えー、またね、明日はね、あのー、 8時間の MX 撮ってるんですよ。だからダブルじゃないんだけどね。だから、これも結構大量の網配をね、期待できるのではないかなと思ってるんだけど。まあ、なんかもう、10日かそこらで赤場になりそうな感じになってきましたね。ということで、えー、お楽しみに。ね。ということで、けチャンネルでした。それではごきげんよう。